今回は駆逐艦だな。弾幕的には軽巡洋艦みたいなものだけどね。となるとあいつか。はい、というわけで今回は日本ペア8駆逐艦、秋月に乗っていきます。超重センチメートル砲がチャーミングな駆逐艦だね。この降格砲で敵艦に弾幕をお届けするんだぜ。ちなみに戦闘は久しぶりのアジアよ。ロシアからアジアへの帰還。共産思想を布教しなければ。おいバカやめろ。ま、ロシアとアジアでのランク戦の違いなんかも話していけたらいいわね。で、前方には早くも敵のロケット弾搭載機が来てるにゃん。敵艦載機が本艦を発見するギリギリの距離まで対空射撃は控えてください。え、でも秋月って対空高いんじゃないの？対空がいくら高くても、攻撃前に全部撃ち落とすことはできませんからね。特にアジアでは長期戦化する傾向があるから、駆逐艦の耐久は温存していくのよ。で、敵ロケット弾搭載機は味方駆逐艦に攻撃、そのまま離脱していきそうね。ちなみに今ので2機落とせたにゃん。やっぱ防空を考えて作られた駆逐艦だけあって他の日本駆逐艦より対空高いな。ちなみにこの後の北風や春雲は秋月の上を行く対空よ。さて、進路の方はこのまま C のキャプに向かう感じでいいですか？ええ、そのまま前進を続けてください。アイマム。C に到着しましたが、敵も入ってきましたね。味方にレーダー艦がいれば島浦任せちゃうのがベストなのですが、今回はいないので、私たちが島浦射撃していきましょう。了解だぜ。とりあえずマサチューセッツに撃っていくか。マサチューセッツもジョージアと同じくアプデで販売停止された戦艦よ。ただブラックフライデーで D が再販されそうな気はするわ。となると入手できる可能性はまだ高いってわけだな。島風射撃続きそうだし、この辺りで秋月の性能について軽く話していくわよ。ええ、お願いします。秋月の特徴としては4機8門の飛行を装填3秒という短時間で発射することができて、近距離での駆逐艦同士の砲撃戦では発射レートで敵を圧倒するわ。超重センチメートル砲キャンは日本駆逐艦の飛行とは思えないほどのレートなのだ。ただ弱点としてはその弾道ね。他の日本駆逐艦の 12.7 センチメートル砲とは違って、ゆるふわだから中距離の駆逐艦には当てにくいわ。となると対駆逐戦ではある程度のダメージ覚悟で距離詰めるのが正解ってわけか。ええ、そうね。次に魚雷性能なんだけど、射程 10km の魚雷を4門発射できるわ。魚雷装填ブースター使えば8本になるんだけど、魚雷メインで戦う艦艇ではないわね。で、最後に機動性についてだけど、ペア8駆逐艦としてはかなり悪いわ。最高速度は通常時で33ノット、前段もかなり重めだわ。だから姿さらして巡洋艦や戦艦と打ち合うのは得策じゃないわね。島越しや煙幕での攻撃が基本になるわけだな。と、右舷方向から敵雷撃来ているので回避します。敵空母は加賀だから4本魚雷ね。新艦作動距離長いから、駆逐相手にはあまり向かないのだけど。他に手頃に狙える艦がいないせいですね。魚雷の方は前進して楽々回避です。反復攻撃来るにゃんにゃん。業務、全部撃ち落とせ。いや、さすがの秋月でもそれは難しいにゃん。敵は後進読みで雷撃機回してるわね。魚雷に当たらないよう強制お願いします。アイマム。敵からの砲撃にも気をつけてね。ヤマト魂で敵弾を弾くのだ。いやこれ駆逐艦だからな。今のは資金弾だったわね。なんかグラフィック変わった？確かアプデで海面などのグラフィック変更があったはずよ。もっと綺麗にしてグラボ内製に高性能グラボついた PC 買わせよう。経済が回るよ。やったね。と、側面見せてるから AP に変更するぜ。戦艦相手に AP 撃って効果あるの？上部構造物の貫通が見込めますからね。それに秋月の場合、AT より AP の方が貫通した時のダメージが大きいのよ。逆にカゲロウとかの日本駆逐艦は AT と AP の最大ダメージほぼ変わらないから、基本 AT ね。で、アイオは見えなくなったからモナーク狙うか。そろそろ魚雷が来そうなので交代しましょう。アイマム、交代します。交代だと？アリスさん、これは戦術的撤退なのでヤマト魂の精神に反しませんよ。ふむ、ならば仕方ない。いやほんのちょっと交代することに対してそんな反応する？交代するたびに始末書書かされていたあの頃が懐かしいよ。いやアリスにそんな時代なかったし過去を捏造するのやめろ。で、魚雷の方は回避できました。お、モナーク燃えたな。艦長、いつまでこの島で粘るおつもりですか？玉砕覚悟で突撃しましょう。いやこの状況で突撃は無謀すぎるだろ。マップ東の味方は楽しそうにやってますが、私たちは C からの火力支援を続けましょう。もはや軽巡洋艦的な運用になってるわね。まあ、軽巡洋艦の代わりに一時的に機関としても採用されたし、あながち間違いでもなかったり。あのマサチューセッツとは味方とクロス取れてますので、削りたいところです。お、燃えたな。もう一箇所くらい火災発生させたいぜ。倍速の力で速射するのだ。動画的には加速されてるが、実際加速されてるわけじゃないからな。と、よく見たらだいぶ燃えてるし、ここからは AP で削っていくぜ。AP 撃ってるとこ悪いけど、秋月の AT の貫通力は 30mm で、12.7cm 砲よりも貫通力が高く優遇されているわ。IFAT 取れば 32mm 装甲も抜けるけど、なかなか取る人はいないわ。
と、とどめは味方だったな。島浦射撃でダメージ5万近く稼いだわね。逆踏みながらもダメージ稼げてお得です。レーダーやソナーない駆逐艦が客合戦するのは微妙なのですが、今回は味方に空母や駆逐艦がいたので索敵を任せて火力を発揮できましたね。で、そろそろ敵の秋月を処理したいにょん。味方空母に偵察任せましょう。お、味方ロケット弾搭載機がスポットしてくれたな。 B に抜けようと思ってるんだろうがそうはさせないぜ。なおマリサは島を撃っている模様。よし、島抜けたし砲撃戦開始だぜ。あ、煙幕展開するわ。これで一方的に撃てるな。と、魚雷警戒のため下がりますね。ちょうど魚雷来てたわ。このまま下がれば当たらないわよ。ほれほれ、榴弾のプレゼントだぞ。最近はだんだん暖かくなってきたとはいえ、体の芯から温めないと。搭乗員は榴弾の破片で大変なことなるんだろうな。そんな話をしている間に敵秋月の耐久はもう見るね。ロケット弾搭載機と秋月の弾幕で削る速度がないな。そろそろとどめを刺したいが。敵秋月、消えたわね。む、煙幕か？いえ、艦載機スポットが切れたせいじゃないかしら。適当に撃ってるが当たらないな。結局敵は煙幕使ったわね。どうしたものか。マリサよ、心で敵の気配を察知し当てるのだ。それチートじゃないかな。お、当たった。執念が功を奏したわね。さて、それでは残りの敵との距離を詰めていきましょうか。アイマム。お、あいつは禁止のアマルフィね。ここからなら島挟んでるから見つからずに攻撃できるんだぜ。今回、だいぶ島にお世話になっていますね。サナエはサナエで普段座礁しまくって島にいろいろとお世話になってるけどな。むむ。と、ここで敵アマルフィを撃沈よ。じゃ空母を始末するか。戦闘の方は全部キャプできてるし価値は確定ね。あの加賀さん、座礁してるのか動かないな。よし、敵空母を撃沈だぜ。敵戦艦が残っていますが、次の戦闘に行きましょう。今度の戦闘は駆逐艦にて空母なしのマッチングです。それじゃこの辺りで今回のランク戦について話そうかしら。と言っても今の時期はブロンズしかないんだけどね。お願いします。で、アジアでのランク戦なんだけど、やっぱりイモリ気味な戦艦が目立つわね。やはり戦艦で突撃以外道はない。アジアで突撃戦術は無理があるぜ。ロシアに比べるとイモリ気味な分、いい動きをするプレイヤーの割合は多いように感じるわ。効率重視で沈没上等、敵味方問わずボコボコ沈んでいくのがロシア。前傾した戦略重視で互いに最低限の被害のもと、堅実に戦っていくのがアジアといった印象ね。ふむふむ。サーバーごとの違いはこの辺にして、次におすすめの艦艇について話すわ。戦艦と空母は乗ってないからコメントしないにして。巡洋艦に関しては、レーダー持ちの艦艇。特に対巡洋艦もできるクロンシタットやアラスカとかの大型巡洋艦が強いわね。駆逐処理して敵の巡洋艦下がらせれば、アジアの戦艦はどんどん下がるわ。じゃあクロンシタットとアラスカを用意しましょう。どっちも販売、交換停止してるけどね。悲しいな。で、次に駆逐艦だけど、艦の特性に合った動きができてれば大体どれでもいけるわ。強いて言うなら射程 20km の深度魚雷モッター差しを。あとはレーダー持っていて対駆逐が優秀なブラックあたりは強いかもしれないわ。ブラックに関しては中の人の腕が軒並み高いこともありますけどね。とはいえブロンズ、シルバーはツリー艦艇の経験値稼ぎにも使えるわけだから、自分が使いたい艦艇で戦うのがベストね。ただい武器は辛いよ。唐突に特定の日本艦艇をディスるなし。ではこの辺りでランク戦の話は終わりにして、戦闘に移りましょう。味方アラスカがレーダー耐えて敵駆逐艦が見えたわね。敵のレーダー艦艇は逆側なので、ここは強気に押していきましょう。了解です。にしてもあのカゲロウ、レーダー照射に慌てたのかサナエみたいに座礁してるな。む、私そんなに座礁してないですからね。って魚雷来てるわよ。これは回避できます。お、A ランドも見えたな。秋月の弾幕をプレゼントしてやるのだ。駆逐同士の打ち合いなら負けないぜ。今の砲撃は7発命中で2300ダメージ。1発1発のダメージは低いけど、数で圧倒してるにょんね。む、消えたか。ちなみに秋月の採用隠蔽は 6.1km で、カゲロウの 5.4km とは 0.7km もの差があるわ。対駆逐では、一方的に見られる時間を減らすのが大事ね。うまく島とかを使うか、一気に距離を縮めるかだな。距離縮めたら煙幕展開したから魚雷流していくよ。味方アラスカも前進しているので、距離詰めちゃいましょう。アイマム。魚雷来そうなので、島の右側から出ますね。駆逐ちゃん、出ておいで。敵 A ランドを発見よ。よし、それじゃあ撃っていくぜ。む、消えたか。で、AP 弾。敵カゲロウ、なぜか AP 弾使ってきてるわね。ハバロみたいに重装甲持ってるわけじゃないんだけどな。と、サイド駆逐艦を発見。あ、先にちょっと魚雷撃たせて。それじゃ攻撃するぜ。今のアラスカの砲撃でだいぶ削れたわね。よし、敵 A ランドを撃沈だぜ。お、カゲロウまだそこにいたのか。秋月の弾幕でお出迎えだよ。味方アラスカの砲撃で敵カゲロウ、撃沈。
敵駆逐艦2隻とも沈められたので、あとは敵のレーダー鑑定に気をつけつつ、偵察と敵機の火力支援すれば大丈夫そうですね。うまく味方アラスカと連携できたぜ。残りはもう消化試合だったわ。というわけでまずは1戦目から見ていきましょう。飛行弾327発命中でダメージは86000ね。元のスコアは2100ほど。魚雷当てないでこれだからな。では2戦目になります。ダメージは26000ね。元のスコアは1800か。魚雷なんていらなかったのだ。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。